山崎貝塚山崎貝塚の貝殻山崎貝塚は、千葉県の田市、山崎貝塚町にある、縄文時代中期から晩期にかけての馬蹄型貝塚で、ある。国の史跡に指定されている。山崎貝塚の田市の市街地の南港、利根川と江戸川に挟まれた南北に長京な、通称、野田丘陵に立地する。現在の海岸線から約キロメートル内陸に、置し。 大地を解析して南西方向から入り込む小規模な谷の谷頭にあたる箇所にあり、およそ30メートル幅でベルト状に隆起して巡り、全体では計約150メートルに及ぶ。ベルト状の隆起は谷側とその反対側で口が開き、半円弧が向き合うような形で分布する。1892年に若林勝国が学会に初めて報告した。 1927年に東京人類学会が発掘調査を行い、アサリ及びハマグリの貝殻層とヤマトシジミの貝殻層が近接し、各貝殻層にある河原家の種類に違いがあることを確認した。これにより、この地域にもかつて海水が侵入した時期があり、徐々に海面が下がって現在の地形になったことが証明された。1960年5月以降、 縄文人骨が出土している。22件の縦穴式住居跡が検出されており、遺跡性格としては貝塚を伴う集落跡と判断できる。縄文時代中期中央から後期のほぼ前期間及び晩期前揚に至る各形式の土器が出土しており、このことは長期にわたって安定した集落の営まれていたことを示している。 1976年12月23日に国の史跡に指定され、1995年1月30日には追加指定がなされて史跡の範囲が拡大した。ありがとうございます。